ブランチングとは、主に野菜や果物などを短時間加熱した後に冷やすという調理法である。食品の冷凍や乾燥、または缶詰を作る前処理として行われることが多い。一般的に熱湯や高温の蒸気を用いて野菜や果物を加熱し、冷水や低温の空気で冷却する。主な目的は、 酵素の働きを弱めることによって、時間の経過による食品の品質低下を防止することである。色や香りの変化の防止、栄養素の変化の防止、残留している農薬などの除去、有害な微生物を減らすといった効果もある。欠点としては、水溶性、または熱に弱い栄養素が失われることや、排水を生むことが挙げられる。ブランチングの主な目的は色、食感、 香りの変化の原因となる酵素を不活性化させることである。野菜や果物の品質悪化の原因となる酵素としては、リポキシゲナーゼ、ポリフェノールオキシダーゼ、ポリガラクチュロナーゼ、クロロフィラーゼなどが挙げられる。ブランチングの効果を検証する場合には、熱への耐性が強いカタラーゼやペルオキシダーゼが用いられることが多い。他にも、ブランチングは缶詰の全処理として、 重要な作業である植物組織内に含まれる空気を取り除く効果がある。組織内に空気が含まれたまま缶に詰められると空気が膨張する危険性がある。さらに空気が取り除かれることで食感が向上したり色の変化や食品の酸化を防ぐことができる。ブランチングによって野菜、果物、ナッツの皮を剥くこともできる。アーモンドやピスタチオを ブランチングすると皮が柔らかくなり簡単に取り除けるようになる。蒸気を用いた皮むきは環境汚染が少なく薬品を用いたり手作業で行う皮むきよりも取り残しが少ないとされる。ブランチングされたアーモンド他にも乾燥の際に蒸気を取り除きやすくする有害な微生物を減らす残留している殺虫剤などの有毒物質を取り除く。 生理活性化物質の抽出を助ける、表面を洗浄する、異物を取り除く、寄生虫を殺すといった効果もある。揚げる前のポテトチップスにブランチングを行うことで、表面を固化させ、油の吸収を抑えさせることもできる。熱湯を用いたブランチングブランチングの加熱は熱湯もしくは高温の蒸気を用いて行われている。いずれの場合も、食品を短時間でしてから、 冷水や低温の空気で冷却をして加熱を停止させる。工場などで行われる場合にはベルトコンベアを利用して加熱、保温、冷却を行う。熱湯を用いる場合は摂氏70度から摂氏100度に熱した熱湯に種類や量に応じて一定時間くぐらせる。蒸気を用いる場合に比べて熱湯を用いたブランチングは熱が一様に伝わるという利点がある。 これによって熱湯を用いた場合は低温で長い時間をかけてブランチングを行うこともできる。食材を加熱するための熱湯の加熱と加熱した食材の冷却のための水の冷却は熱交換器も利用して行われ循環させて再利用することでエネルギーとコストを削減する。蒸気を用いる場合にはベルトコンベア状の食品に高温の蒸気を吹きかける。 蒸気を用いると水溶性の成分が溶け出すことを防ぐことができ、小さい食品や事前にカットされた食品に使われることが多い。蒸気を用いた場合はエネルギー効率が良く、短時間で食品を熱することができるので処理の時間が短く済む。加熱処理が短時間で済むので色や風味などの変化が抑えられる。ただし、水分の蒸発によって、 食品の溶石が減少する可能性がある。加熱を終えると食品はすぐに冷水で冷却される。冷水を使わない場合には低温の空気で冷却される場合もある。低温の空気で冷却する場合は水溶性の成分が失われないという利点はある反面食品内の水分が蒸発する可能性がある。新しい手法としてジュール加熱、赤外線、 マイクロ波加熱、高周波加熱を用いる方法もある。ブランチングの適切な温度と時間は、食品の種類、大きさ、形などの要素によって異なる。加熱しすぎると栄養素や香りが失われたり、食品が柔らかくなることがある。逆に時間が短すぎたり、温度が低すぎたりすると、すべての酵素を不活性化させることができない可能性がある。さらに、不十分なブランチングは、 酵素の働きを活性化させる場合もある。熱湯を用いたブランチングでは、ビタミン、ミネラル、タンパク質、糖質、香り成分などの水溶性物質が熱湯に溶け出すことにより、食品の品質低下につながることがある。これらの成分がどの程度失われるかは、成分自体の性質、熱湯の量や温度など、複数の要素に依存する。アスコルビン酸、チアミン、 多くの香り成分などの熱に弱い物質も失われることがある。工業的なブランチングでは排水が発生することが問題となる。水を再利用してブランチングを行う場合には汚染物質となる水溶性物質が増加する可能性があり排出する前に適切な処理を行う必要がある。これは大きなコストになり得るので戦術のように新たなブランチングの手法が 公案されている。ABCDEFGHIJK Fellows, P. Food Processing Technology, Principles and Practice, ボカラトンフロリダ CRC Press, ISBN 9長7816億1583万411億94億3553万4650 ABCDEFGHIJKLMN o、oh, r e c e n t Developments and Trends in s a m a l b l a n c h i n g A Comprehensive Review, Information Processing in Agri 4 1 0 0 1 2 7 d o i 1 0 1 0 1 6 jinpa, 2017.02-002-ishun2,214-3,173https:/www.sciencedirect.com コロンススララッッシシュュスラッシュサイエンスラッシュアーティクルスラッシュ p スラッシュ s2214317316300919 ホワイブランチクレムスンコーポラティブエクステンション クレムスニュー・ユニバーシティ、2018年5月19日、閲覧。ABCDEFGHI レースでコークエラ、ホゼ、ブランシン・オブ・フーズ。リサーチ・ゲイト、2018年11月19日、閲覧。AB、ラマス・ウォーミー、ホーセ・ホリー・エス・マーカット、ミシェル、フード・プロセッシング、プリンシプルズ・アンド・アプリケーションズ、ボカラトン。 CRC プレス、ISBN15 億8716万80、億95731万1777、ハットクラキダ、MK、エフェクトオブプリートリートメント、ON カラーオブディハイドレーテッドプロダクツ、テイラーフランシスオンライン、2018年11月19日、閲覧、ありがとうございます。